まあまあ今日も雨は降る予定がないので干しますか。始めるさ。おお、 0% 0% 0% 問題ないね。で今日乾かして、で涼しいタイミングっつってるけど、それがねちょっとどういうことなんだろうね。夜みたいな涼しい時間帯にしろってことなのか、普通に温度を涼しくなってからやれってことなのか、どっちなんだろうね。冬まで行くと涼しいどころか寒いもん。まあまあ今日は乾かそう。大体運ってクリティカル率とかだよね。ということでね、もう一松茸狙いに行こうか。行ってきます。こっちも松茸あるんだよね。カイマルも行ってみよう。行ってきゃー。運がいいけどどうしようかな。とりあえずこれ鉱石だと思う。何なんだろう。見つけないことにはね、新しい装備も出ないし。それスルー、スルー、スルーできない、握ると相手はザクリ。力量ではめた方が早いんだよ。見切ってる暇があったらはめろよ。お、まあこの技が一番使いやすいね。消費も少ないし、敵固めれるし、固めてる間に逆の連続攻撃でダメージも稼げる。圧倒的に使いやすさのレベルが違う。いやはやいやはや、え、終わっちゃったよ。どこに手に入れるチャンスがあんだよこれ。夜？ないもんな。夜のドロップか、もしかして。結構夜のドロップってあるんだよね。ほらこの月のさずちとかのあの辺あたりか。じゃあ夜までの時間つぶしでまた結局ここか。飛躍の元を手に入れたいね。あがいでー。はいはいはい。え、来ないね。今日はちょっと残業しますか。そろそろ2つ目の場所のね、夜を挑戦してもいいんじゃないかと。ただいま。おかり。松茸、松茸ない。やった。あの松茸の味が忘れられねえっと。じゃあとりあえずぶち込んどこう。次が脱穀。精米、脱穀はまだいいのかな。ちょっと1時間ぐらい休憩しようかな。1時間、よし夜行くぞ。
じゃあ2つ目の場所の夜をちょっとね。暗い、油少な。これは油が少ないね。昨日松茸のあれ作っちゃったからな。ここの食材は手に入らねえのか。食材じゃないや、サズチ系だね。簡単に手に入るんだけどな。ここは森だから何手に入るんだ。やっぱ夜だと結構序盤の敵でも強いね。暴れ駒、もう一回やってる。暴れ駒そしてもう空腹状態。油も少ないし手に入んねえし。全然手に入らない。ダメだな。それじゃあね、涼しい時に脱穀。残業が今日は飯抜きじゃ。もう終わったら朝なってるな。千箱機、千箱機とやらを使ってみよう。すごい操作楽だし減る量も早い。まあ、今年は白米かな。便利便利、すぐだ。せっかく千箱使ってるの一本ずつやってるけどね。金太の分際で便利なものを考えおったな。金太の分際で。で、もみすり、踏み薄を使えばいいんだね。金太の踏み薄を使ってみるか。よし、とりあえずまあ白米、夜涼しい、朝になる前にとっとと行こう。超楽。うお、しただけでいいとか、めちゃくちゃ楽じゃん。チブズキ、白米まで楽勝ですよ。下連打。やっぱ成長しなきゃいけないからね。つけばつくほど白くなる。お餅かな。やばい、朝が近づいてきた。涼しいうちに米を作らねば。
ぶっちゃけ夜より朝の方が寒いよね。この時代のくせにスパッツ履きやがって、コンプライアンス的な問題か。やべ、10度だ。三鷹とかやめろよ、涼しい時期にやらなきゃいけないのに。お、ふ、なんか覚えたよ。踏み薄米付きの達人みたいで、さあ、白米じゃ、白米じゃ。一回どっかで玄米するからね。こんなところか。あふれる美しき輝き。これぞ白米、白米じゃ。さあ、新米完成。まあ、ざっと完成じゃ、完成じゃ。バラメーター、まあ、全パラメーターが30ぐらい。米田わら110、白米110、98%、ね、デイ推薦 60%。 わざわざ選別方法がデイ推薦って書いてるからね、やっぱ塩推薦とかもあるんだろうな。で、薄巻き、ね、早植え、やや粗食、潜水少々、日照量 0%、 まあそこはしょうがない。 51%、 40%。 やっぱり晴れが少ないよね。晴れにしてくれってお願いしてるんだけど、雑草による被害がでかいのがちょっときつかったね。収穫時期は普通、ね、乾燥度 100%、ね、夜もみすり、朝、夜に加入する予定だったので朝になっちゃったからな。そして状態、白玉、白玉、毒とか覚えていいの。雷帝板金、のぼり鯉、依頼、あ、依頼、名前だけはさっくり。まあまあまあ、パラメーター、命、体力、え、まあ単純に守備力がね、2割近く増えてるから十分強くなったろう。6年目完了、格が20、50までしろってあった気がするからね、もっともっと強くならんとね。終了。ぬかも11。さあ、田起こしの準備を考えて、とりあえず水は抜いたまんまでよかろうの。もう夕方なんだけどね。完成してる？まあ巻くのは朝巻こうって言ってたんで。飯も食わずにさ、夜通し作業して朝でもうまた次の夜が来ようとしている。さあ、パラメーターも上がったんで明日は探索の時だね。よし、贅沢なもん食うぞ。明日はぜひともね、一つ目の砦はクリアしたいんで、ちょっと贅沢なものを用意しようか。コア飯よりもさらに、チャーハン、おいジジイ、取引じゃん。タガヤさん買えるじゃん、高くね、高ない。6個ぐらいいるんでしょこれ。え ?80? 嘘だろ。米3だけど360しかないから。でも80、もう4分の1ぐらい持ってかれるんだけど、そんなことして。え ?110? 3分の1なくなるんだけど。足元見やがって。本当に嘘だ、どんどくどーん、足元見すぎじゃね。1年間苦労して取った白米が
だいぶ消滅するぞ。マジか。米が、わしの米が半分なくなった。嘘だろ、嘘だと言ってよバーニー。しかと。半分消滅してしまった。さあ、そして明日は本当に何にもすることがない日だからね、探索に行きたいんだ。何か食べるますか。贅沢なもん食っていきますか。かき汁、味噌汁系のね、キノコの雑煮。晴れるかな明日。明日晴れだよね多分。日の神つくじゃん。味噌汁も贅沢なんだよね。まあ新しい味噌とかは追加することにしたので。雑煮もね超贅沢なんだよな。芋の雑煮、キノコの雑煮、この辺の区別が誤差だよね正直。パラメータ力が増える。キノコの雑煮にするか。よし、どんぐりの雑煮ね。やっぱ雑煮はかなり。キノコの雑煮にして、小飯、干し柿、命と体力いいね。ここもちょっと贅沢なものにするか。明日はあそこの砦で絶対クリアするまの予定なんで、ちょっと贅沢なもんで。寿司か、自然治癒、すっぽんの肉の寿司、なんと贅沢な。梅干し、味噌田楽、寿司だな。でもだからって言ってね、毎回こんなレベルのもん食っていってたら食料尽きちゃうんだよな。すっぽんじゃ、水もなしなし、贅沢なもん行くぞ。い、命の水、さすがに一番初めのダンジョンでこんないいもん食ってたらもう攻略なんかできねえよ。単独も何もいらないしね。ここを、これチャンスじゃねえ、チャンスだわこれ。米系かける、米系で全部埋めるチャンス。全部米、米。ただこれね、寿司が米扱いされてないっぽいからダメだね。米扱いされてないや。主食のここ米で全部埋めなきゃいけないから。自然治癒の回復力1個上げるやつつけたかったんだけどないから、まあまあなんかこの辺で。ゾウニ、普通にこの辺でなんか適当にパラメーター上がるやつ。味噌電気、まあこんだけパラメーター上げたらいけるだろう。よし、
贅沢。さあ絶対明日は攻略する。でもね、ちょっとあまりにも贅沢すぎる食事なので、まあ、ここでセーブをしておこう。